日南市帯出身である明治の外交官小村寿太郎公が亡くなって11月26日で100年が経ちました。小村公の三大功績ともいえる日英同盟やポーツマス条約の締結、関税自主権の獲得など功績を称え、記念式典が南郷ハートフルセンターで行われ、およそ900人が参加しました。ステージでは小村公顕彰歌誠の道を細田中学校区の児童生徒と日南シーダーコーラスの大合唱で幕が開けました。アトラクションには県指定無形民俗文化財である太平踊りを帯小学校、あがた東小学校の児童が披露。そして小村寿太郎国際塾生による英語劇の発表がありました。 This is a present. Thank you. Time travel to 平成。あれが100年後の未来。 Amazing. The 塾 students are trying hard. I'll do my bestI have to do this for the children. I have to do this for the Japan. このような記念式典では谷口日南市長が式辞を述べました。あることは残念ながらあまり知られていなかったのが実情であります。小村公のように国際的視野に立って新しい時代を積極的に切り開く児童生徒を育成するために新徳教育を基盤とした学校教育の推進に努めているところであります。イメージシールの最優秀作品、小村寿太郎公に関する作文や絵画の表彰があり、ロビーには作品の展示コーナーが設けられました。新徳教育の新たなるスタートの日としたいと考えております。そして新徳教育の新たなスタートの年として新徳教育の日 in 日南が11月26日に制定されました。これは小村公の誠の心を後世に伝え、人づくりは町づくり、町づくりは人づくりを合言葉に、日南ならではの教育の充実と発展を図るため制定しました。この後、ルー大柴さんがドリームを諦めないを演題に基調講演を行いました。講演では日本語に英語のフレーズを交えたルー語でルーさん自身の経験を赤裸々に語り、会場は笑いに包まれました。もう本当にね、生コットンで、首絞められるような感じですよ。あ、ごめんなさい、マータで首絞められる感じだった。ちょっと分かりづらかったでございますね。もうそれだけこの道で生きるんだぞと自分で思いました。どう今までの最高。もう本当に寿太郎公の正直誠っていうのはですね、うちの家訓でもあるんですよね。私昭和25年に小村家に嫁いだんですけど、まあ本当に素晴らしいね、もう方をご先祖にいただいて本当に良かったと思ってます。式典の最後は寿太郎公音頭が披露され、郷土の偉人を偲んだ式典に幕が下りました。